風向きの影響を受けるのは竜だけじゃないようだね。そうだ、さっき誰かに。そうだったのかい？リサという人はそういう風に思ってるんだ。そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食？心臓に流れ込んだ黒市が彼を苦しめ何年もの間。だから今回目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。そうさ、人ならざる者によって結成されたアビス教団、人類の敵となる組織だよ。彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけは知っている。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドの全ての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。君と一緒に木陰の下にいると竜の涙が浄化された時みたいに僕の中にある毒が消えていくんだ。うん、だいぶ良くなったよ。それでお前はどうして毒を？それはまあ前にトワリンと会話しようとした時に誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。そうだよ。ねえ、お詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？何しに行くんだ？取りに行くんだ、ライア、天空をね。Thank you.
それで天空ってモンドの至宝風神バルバトスがかつて天空のライアーがあれば僕はトワリンを悪夢から目覚め本当にそれで風魔竜の破壊を止められるのか？もちろん僕はこの世界で一番の詩人だからね過去未来そして今僕の知らない歌はないよの目を見て僕のこと頼もしいと思わない？それは吟遊詩人には聞かないよそれで、どうやって天空のライアーを手に入れるんだ？大聖堂のとある安全な場所に保管されているって聞いた。まずは下調べだ。もし興味があるなら、一緒に来てくれ。まあ見ててこんにちはシスターさん風神のご加護があらんことを実はねモンドの危機を救う方あらそれはでもそれは騎士団に報告そんなことないそうたとえお帰りくださいえあれはとても凶悪な竜ではありますが代理それはダメだよそ東風を裏切った愚従です風おダメなものはダメよ詩人この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか仕方ないねこれ以上隠したままに僕の忠実なる信者よ喜べ今君の目の前にいるのが風神バルバトス本人なんだ驚いた泣きたくなった使える神様に会えてどう他に用がなければ私でも予定してた目的は少なくとも彼女はこのそれで君もやってみないかい？風神のご加護があらんことをええ知ってるわどうしてここに代理団長さん本当あなたのことを疑ってるわけじゃないけど彼はデタラメを言っていた天空のライアーにそれに貸し出しには団長それで騎士団のサインはとにかく書類最近は忙しくてねはあわま騎士団のスーパールーキーの実力それにほら勇者が村に伝わる宝剣を手にするこんな展開歌にするにはぴったりじゃないかいなんか失礼だぞ吟遊詩人誤解しないでこれはモンドに対して失望しているんだよさてちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから別の自由意志を尊重して君の意見を聞こうどう取ればいいと思うさあ話そう好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ君最初からそれはないよ真面目に言うとさ
僕より君の方が向いてると思うんだ。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち、捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。きっと重罪に問われる。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した。騎士団ミスしてもちゃんと、それにここのタイミングをちゃんと狙えば。ミスを前提。君はどう思う？確かにそういった気が。だから？おや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。恥ずかし。恥ずかしがらない。
何をしてる？逃